7月30日、元キング&プリンスの平野翔26がインスタグラムを更新。レモネードを飲んでくつろいでいる写真を7枚投稿しているが、1枚目の写真の足元に注目が集まっているという。1枚目の写真には、足を組んだ平野さんの全身が写っています。白くて大きなスニーカーが強調されたアングルの写真なんですが、この白いスニーカーに多くのファンが、今後のコラボアーティストの匂わせか、と色めき立っているんです。女性誌ライター。平野が履いているスニーカーは、印字されている英語のデザインから、白スニーカーを展開するブランド、Go with White と、ヒップホップアーティストのクレバによるコラボレーションスニーカーだとわかる。そして、クレバといえば、昨年6月にリリースされたキンプリのアルバム、メイドインのリードトラック、1番の作詞、作曲を担当したこと、そしてキンプリを絶賛していたことで知られている。例えば2022年6月27日放送のチャートバスターズ RKB 毎日放送では、考える間もなく、がっつりコンセプトがしっかりあって彼らの中で、めちゃくちゃ曲聴いてきてくれる。みんなめちゃくちゃ忙しいだろうに。ボーカルブース入って歌ったらわかる、聴いてるなっていうのが嬉しかった。と、キンプリの意気込みを持った姿勢を称賛していた。そのため、クレバさんのコラボスニーカーってことで私は勝手に匂わせだと思っている。平野翔の履いてるスニーカークレバコラボデザインってもうさ、クレバと曲やるやん www.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 
今回の平野の匂わせ疑惑について、このスニーカー、クレバさんとのコラボのやつなんですねってことはもうそういうことなんですかね。滝沢社長が言ってた、匂わせじゃなくて答えです、みたいなやつ。と、平野が合流した、2B の代表で、たびたび匂わせを行っている滝沢襲名氏、41を連想する声もあった。滝沢氏は、匂わせを通り越して、ほとんど正式発表のような写真を投稿することが多いですよね。2B に三宅健さん、44が合流する前、6月25日にかつて2人で組んでいたユニット兼、タッキー、ケンタッキーを連想させる、フライドチキンの写真をツイッターに投稿したり、2B に元ジャニーズが合流する際は、彼らを露骨に連想させる写真を投稿しています。平野さんについても、神宮寺勇太さん、25、と二人で合流することが確実視されていた状況で、二人分の椅子、の画像と生配信告知を、7月4日に 2B 公式ツイッターで投稿していました、前出の女性誌ライター。そんなタッキー流の、ほぼ答え匂わせ、かもしれない今回の平野の白スニーカー写真。前出の女性誌ライターはこう話す。ただ、7月13日発売の女性セブン小学館では、これまでもジャニーズ事務所所属のグループに多くの楽曲を提供してきたシンガーソングライターが楽曲制作に携わっていると報じられています。クレバさんはキンプリの一番以外はジャニーズに楽曲提供をしたことがないため、やはり別人の可能性も。ただし、やめジャニも含めると、クレバさんは2020年に元スマップで新しい地図の香取慎吾さん、46に嫌気がさすほど愛してるという曲を提供していますね。また、平野と神宮寺の 2B 合流が正式に発表される前、ファンの間ではクレバが今後 2B に関わるのではないか、とも思える出来事も話題となっていたという。7月6日時点で解除されてしまっているが、クレバは 2B と三宅のツイッターアカウントをそれぞれフォローしていた時期があったのだ。憶測が憶測を呼ぶ状況を避けたかったのかは定かではないが、フォローを外したことで逆にバレないようにフォローを外したのかな。という声も出ている。もともと、クレバさんがキンプリに楽曲提供をしたきっかけは、平野さんがクレバさんの大ファンだったからです。一番のレコーディング風景は当時の情報番組などで公開されていましたが、そこではどんなお仕事でも緊張しないのに、すごく緊張する、
ダブルコート司会にずっとクレバさんがいるのが意味がわからなすぎてダブルコート。と、興奮気味に話す平野さんの様子も紹介されていました。脱退後の初楽曲がクレバさんが制作する曲になるかは定かではありませんが、いつか、共闘、するのは間違いないのではないでしょうか。前述の女性誌ライター。前述の女性セブンの記事では平野のソロ曲について、彼のダンスレベルの高さを活かしたダンスナンバー、ハイレベルで激しい振り付けながらも緩急のついた華やかな曲、と報じられている。一番、もハイレベルなダンスを盛り込んだゴリゴリのヒップホップだったが、やっぱりもしかして。連日の異常な猛暑。夏、暑すぎませんか？昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。と綴り、レモネードを楽しむ夏らしくも爽やかな写真を平野は投稿した。連日の異常な猛暑。夏、暑すぎませんか？昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。と綴り、レモネードを楽しむ夏らしくも爽やかな写真を平野は投稿した。